代理の皆様には専用を持つ方々、地域に密着した防災組織として市民の安全安心のため日々ご尽力をいただき誠にありがとうございます。有事の際に備えて様々な災害を想定した訓練を行っていただいております。団員同士の連携、絆が一層強化されたことと確信しております。選手の皆さん、どうか頑張ってください。終わります。今日までの長期間、また中央にあたる熱心な訓練について心より敬意を表します。皆さんが訓練成果を十二分に発揮されますよう期待しまして、審査場の注意事項とさせていただきます。先生、我々消防団一同は伝統の消防精神にのっとり、これまで培ってきた消防技術を遺憾なく発揮し、本審査会をお互い抜くことを誓います。消防ポンプ奏法とは消防団員の訓練の一つです。基本的な器具操作、動作の方式で火災消火を想定した訓練のことを言い、基本的な操作の習得を目的としています。延長調査審査の結果を発表いたします。総合成績です。総合第3位第6分団、総合準優勝第4分団、総合優勝は第5分団です。今大会で、第5分団4連覇しました。はい、普通はですね、やはり団員全員でですね、訓練を積み重ねていって、積み重ねが優勝につながったのかなと。若い世代に双方の訓練の技術を伝えていってですね、若い人たちがまた、その訓練をして、その積み重ねですね、の結果が優勝につながったのかなと。ですかね。そうですね、西多摩大会、二十数年羽村市入賞しておりません。ぜひね、今回羽村市一丸となってですね、西多摩大会優勝を目指して、一致団結して頑張りたいなと今は思っております。まあ4年ぶりにね、コロナ禍からこう明けて羽村一中でできたってことは非常に嬉しく思ってますし、やっぱ団員も羽村一中でポンプ総合審査会ができたことでね、すごくまた一致団結したね消防団ができたと思います。ここ数年団員の減少等々があっ
りまして、で今年のね4月から条例改正していただいて、団員のね年齢も55歳まで上がりましたんで、ぜひこのテレビを見ていただいた消防団員に興味がある方はぜひとも羽村市消防団に入団のほどよろしくお願いいたします。消防団員を募集しています。18歳から55歳未満の健康な方で、市内に居住、勤務実態がない方も入団することができます。お問い合わせください。